アネモスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ジャーニーです。コアです。最近俺から始めるパターンがね、ブームなんですよ。戻ってきた。7月に入りまして、おかげさまで、アネモスコープ新鎌倉店も賑わいましたね。誠にありがとうございました。ありがとうございます。お酒もいっぱいいただきましたね。で、オープニングセールが、7月の、8日、9日で終わったのかな、はい、そうです。で、またね、間髪入れずに今週末、土曜日15日かな、はい、15日からか、新しく、2つフェアとセールがあるので、うん、そちらのご報告を、告知を、ね、はい、させていただきたいと思いますので、どうぞお付き合いくださいませ。今回まずフェアの方ですかね、はいはい。今回ですね、7月、やる行うフェアっていうのはサンセットベイのフェアなんですけれども、うん、去年ですね、うん、行いまして大盛況のうちに幕を閉じたサンセットベイアナハイム、エキゾチックフェアですね。こちらをですね、今年も、いい顔を仕入れられたので、もう一度やっていきたいなと思います。大好評、ね、大好評でした ね、 ね、あっという間に皮がなくなってしまって、うん、本当作りたいけど作れないっていうね、お客さん本当このフェアの時でしか作れないんですよ、うん、その後に作りたいんですけどって言われても正直厳しいですっていうので、今回も納得いく革に出会いました、はい、で今回ご用意する革っていうのは前回と全く同じです、うん、ヌメのヘビ、はい、ホワイトヘビ、クローヘビがパイソンですね、まあ、ヘビってパイソンって英語で言うんですよ、うん、はい。でですねもう一種類がクロコダイルですね、はいはい、クロコダイルはブラックのクロコダイルとホワイトのクロコダイルですね。今手元にあるものもちょっと見せましょうかね。まず一発目がこちらですね、ヌメパイソン。これがヌメのヘビです。ヌメのヘビっていうのは要はヌメ側なので、太陽の光等で日焼けしていって経年変化が非常に楽しめる。本当ただ置いとくだけでどんどん日焼けしていくので、あのお財布でよくね、きなりっぽい色が抹茶茶になってるじゃない、うん、抹茶茶になってるの、これもそれそういうなんだけど、そうですね、色の変化が元からあるから、うん、根本が色がね、いろんな色が入ってるんで、うん、抹茶茶になっても、うん、やっぱそこには色味の変化っていう、この元々の、そう、生まれ持った色味を残しながらの経年変化が楽しめるこのヌメパイソン、うん、はい。続きましてですね、僕の私物ですね、これホワイトクロコダイルですね。わかんないかな、画像だとね、ちょっと明るめに撮ってるからね、ただの多分あんまり見えちゃうと思うんですけど、よくよく見るとこのパイソンの玉符、玉符って言うんですよ、こう丸いポポポポポンポポポポポンって始まるのがあれ玉符、四角いのが角符、これ玉符です、うん、これ飲み会で使います。絶対使えないです。そうでしょ。いや絶対使えないと思いました。それがクロコダイルですねのホワイトです。まああのパッと見シンプルなんですけれども、よくよく見るとえぐいです。いやそうですね、それクロコはね、そうこれかっこいい、これだから結構皆さん僕が来てんの見て、あアナハイムだ、んアナハイムだみたいな感じになるんで、ぜひぜひ僕これおすすめです、大好き。はい、次、古いの私物ですね、こちら、ダダン、ブラックのクロコダイル。これも分かるといいね、光沢で分かるかな。これ超かっこいいっす。なんかエルメスのバーキンとか、ああいうのブラックのクロコあるじゃん。ありますね、あの感じの光沢感だよね。いいですね、うん、ほんとちょっとエナメル質な表情が楽しめるブラッククロコですね。あえて光沢でもさ、これ多分ふるいが着てきて光沢が若干マットになってきてるよね。可能性あるんですよね。最初の方がギラッとしてたよね、光でキラキラキラってなってたんですけど、そうだからそれが使っていくこと、まあ擦れたりとかして表面が若干こう毛羽立って光沢が薄れていくと逆にかっこいいね、うん、かっこいいよね。確かに最初ちょっと見てたもんね。そうですね、もうすっごい光沢があってもうちょっとマットの方がいいって方もいたんですけど、これが答えです。だんだんこうなるよと。そう、うん、だんだんこうなります。ただ最初にこのエナメル質というか光沢を出しておくことによって、この
溝の部分ね、今光沢があるんですけど、これ溝の部分って擦っても溝なんで入っていかないので、その部分も光沢が残りながら面の部分は光沢が薄れていくっていうので、またまあそういったグラデーションじゃないですけど、ああそういう変化が楽しめる、そういうのが楽しめるんで、これはこれでまたかっこいいと思います。うん、なんか1年経って本当かっこいいね。それは冬着倒しましたね。だよね。そうだよ、ずっと着てたもんね。ずっと着て、ちょっと匂うもんね。でやめてくださいよ、それ本当に。悲しくなる。悲しくなる。人いじって笑いとるのよくないよ。悲しくなる。それが俺のやり方だ。申し訳ない。はい、そんな感じでこれブラッククロコダイルですね。かなりエレガントでエロいです。うん、こんなのと、あと2つかね。ホワイトのパイソンとブラックのパイソン。ね、現物がないからちょっと写真でね、なんかそうね、で去年もやったフェアなんで、去年の動画もリンクに貼っておいてもらえれば、うんうんそうですね、詳細はね多分そちらを見ていただいた方がね、うん、ちゃんとそれについて真面目に話してるから、うん、そんな感じで7月の15日土曜日から、はい、アナハイムパッチエキゾチックパッチフェア開催いたしますので、うん、前回買い逃したっていう方はぜひぜひこの機会にお買い求めください。はい、そしてですねもう一点、7月の15日土曜日11時からか、うん、ね、11時から、今年もやってまいりましたアネモスコープハイサマーセールですね。はい、はい、以前去年にも増してですねボリュームかなり持たした、うん、ハイサマーセールになりますね。最大何パーオフなんですか？40、最大 40% オフで、店頭はオープニングでフェースセールとかフェアをやっていたんですけども、うん、そちらがオンラインでは買えなかったんですけど、今回、15日からはオンラインで店頭と同じ額で買える。まあサンセットウェイランプグローブスはまあ対象外なんですけれども、うん、それ以外のものはかなりお買い得にお買い求めいただけるタイミングかなと思います。まあなんか6月から閉店セールとかでちょっと俺たちもタガが外れてるというか、うん、ちょっと立て続けがちょっと感じがあるからもしかしたら間違ってこれを 40% で出しちゃってんのっていうのもあるかもしれない、本当にあるかもしれないんで、そこはぜひぜひね、ネットサーフィンしながらね、いい波探してください、ね、そうそう、本当にそういうことが多々あるんで、うちらはね。そうなんですよ、ね。そう、真面目なんだけど抜けるっていう。よーく見とくとね、発想の時にね、えっていうね、そう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 、これ、あれこれよかったっけみたいな。で、まあ、それもちょっと生ものみたいなもんで、15日から、いつまでっていうのは、まだとりあえず決めてはないんですけど、随時、20% オフのものがいきなり 40% オフに変わる瞬間とかもあると思うんで、そこは毎日オンラインストア覗いてもらってね、うおっみたいな感じの結構ね楽しめると思います。そうね、本当これから夏本番、もうすぐ梅雨も明けるでしょうけれども、ね、そうですね、ね、これから梅雨が明けて本当暑い暑い夏が来ますが、その暑い暑い夏に最も適した洋服たちが今一番最安値で買えるっていうタイミングがこれから訪れますので、15日の、ハイサマーセットですね、こちらもご期待ください、うん、って感じです。はいはいはい、そんな感じでですね、以上アネモスコープチャンネルからハイサマーセールとアナハイムエキゾチックパッチフェアの、お知らせでした。チャンネル登録、高評価、コメントをぜひお待ちしておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた。